手食による食事風景。ヨーロッパにおいてもフォークが一般化する18世紀までは、手食文化は人が食事を取る際に手で直接食べ物を取り口に運ぶ食文化を指す。現代ではアフリカ、中近東、インド、東南アジア、オセアニアなどを中心に世界の約44%の人が主に手で直接物を掴んで食事を行っている。また、 手食文化圏以外でも料理の種類によって選択的に手食を行う場合がある。手食文化圏外の人々からは文化的思考祭から不潔、野蛮といったネガティブなイメージを持たれがちであるが、手食文化圏においては食べ物を口に入れる前に手で味わうことから道具を使用した食事方法よりも優れているとされ、また道具よりもよく洗った手の方が正常であると考えられている。 イスラムでは、同性の大きな盆が食卓として使用され、絨毯を敷いた床上や低い台の上に置かれる。人々は盆を囲んで座り、右手の親指、人差し指、中指を使用して食事を行う。小人用の取り皿などはないため、黄盆から料理を一区分に丸めて、口に運ぶのが一般的である。左手で食べ物を掴むことや、 右手三本指以外を使用することは不作法とされる。インド圏でもイスラム同様三本指を用いて食事を行うが、黄金ではなく各個人用の皿に盛り付けられたのを食すのが一般的である。ヨーロッパにおいても近世までは手食による食事が主流であった。例えば、16世紀に来日したイエズス会の宣教師であるルイス・フロイスは著書日曜文化比較において 日本では箸を使う一方でヨーロッパでは手食すると述べている。17世紀末のパスタの流行によって四本派のフォークが発明されるとこれを使用した食事作法が上流階級に浸透して一般化していくとともに手食による食事風景は消えていった。現代ではパンやサンドイッチなどを食す際に手食の名残が残っている。日本においては 義阜和人伝において和人は手食するとの記述があることなどから奈良時代以前に中国より箸が伝来するまでは手食文化を持っていたと考えられているが平安時代に入る頃には市街地の遺跡などからも箸が出土し庶民にまで浸透していたことが伺える現代においても寿司おにぎりなどにおいて選択的に手食が用いられる場合がありこうした風習が 古来の手食の名残とされる。日本の江戸時代に大流行となった握り寿司は屋台で販売され、現在でも手でつまんで食べるようにおしぼりを用意した寿司店専門店が多い。日本の寿司職人も手で寿司を握る。日本国外においては手で食べない場合が多く、料理人は手袋をして調理する場合がある。ありがとうございます。